はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の扇形の弧の長さと面積をお送りします。で、三角関数これで2本目です。で、前回はね、ラジアンとかが出てきたんですけど、今回扇形を1本やっていきます。で、珍しくね、ポイントを含めた感じで全部で4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではここはサクッといきましょう。で、扇形は中学校で出てきてて、その弧の長さの公式も面積もやってるんだよね。ただ高校ではちょっと言い方が違うというか、そのね、前回やったラジアンを使った公式が出てくるので、それも一緒に覚えてください。で、まず半径 R です。まあこれよく使うね、 R で、中心角 θ なんですけど、これまあ θ っていうの、θ で、これはラジアンだと思ってください。ラジアン表記の方、弧度法の方ね。で、そのラジアンのやつが分かった状態で、まず弧の長さからいきます。まあ弧の長さ L です。ね、もうこれはもう公式通り書きましょう。これ Rθ です。つまり半径と中心角、まあそのね、ラジアンの数字をかけるだけで出てきます。いいね、 L イコール Rθ で、面積の方はちょっと長めになってるのは2つあります。で、1つは R と θ しか使わないやつで、これが2分の1 R2 乗 θ です。2分の1 R2 乗 θ、 これで面積が求められます。で、もう1個の書き方は Rθ で L でしょ。で、これちょっと分解すると、こっち出そうか、2分の1かけるR かける Rθ で分解することができるね、これ。で、Rθ が L と同じなので、そうやって置き換えると、2分の 1RL と。これで求めることもできます。これ両方覚えておくといいです。いいかな。L は Rθ。で、面積は2分の 1R2 乗 θ、もしくは2分の 1RL です。で、もちろん、そのラジアンを使わないでね、普通のこの、この150度っていう度数法の方を使っていけば、半径、ごめん、直径か。弧は直径かける π かける360分の a。中学校で言うところね。で、面積も半径かける半径かける、π かける360分の a か。で、求めることができるんですけど、まあ、こっちでいきます。ラジアンがよく出てくるからね、もうね。で、あとは公式が分かってるのも当てはめるだけなんですけど、まず、これ半径が4、中心角が5分の π ラジアンですね。それの弧からいきます。弧で Rθ なので、 R かける、もうね、書く必要があるのかっていう感じなんですけど、これつなげるだけなんで、答え5分の 4π となります。いいかな。で、面積、ちょっとね、なんか書き方おかしくなって。面積も2分の1かける R2 乗かける θ となっているので、2分の1。で、R2 乗、4子16。で、θ が5分の π なので、ここを約分すると、5分の 8π と。ね、公式分かってれば当てはめるだけで解けます。で、今回ちょっと全部赤でやっていいですか。あとでちょっと青で書き足す、書き足す予定なので。で、こっちも半径が3で、中心角が150度になってる。これわざとね、度数法で表してあるんだけど、で、この公式はさっきから言ってるように、 θ はラジアンです。弧度法の方を使わなきゃいけないので、150度を直します。で、150度の直し方は前回やっていて、下に180をつけると、あとは π だね。だから180分の 150π、 約分すると6分の 5π になります。で、それを直すことができればあと公式だけなので、まず L の方は半径かける6分の 5π、 C だね。で、約分すると2分の 5π で求めることができると。で、面積も同じようにやっていくと、
2分の1で半径の2乗なんで9で、あとこっちかシータが6分の5パイなの でこれ約分していこうか。3と2になるから、4分の15か。これで面積も求めることができます。いいかな、まあ、こんな感じで公式を覚えて使いこなせるようになってください。で、一応中学校の時にやったやつでも本当に同じになるのかっていうのを最後確かめて終わりたいと思います。こっちでやろうかね。で、中学校の時にやったのが、弧は直径 ×π×360 分の a でしょ。で、これ直径なんで 6×π×360 分の a が150度なんで、こうやってやる。で、これやっていくと3でやれいいか。12分の5でしょ。で、ここも約分すると2分の 5π にちゃんとなると。こっちもね。で、面積の方も一応やっておくと下入るかな。いくか。半径×半径。だから一応 3×3×π×360 分の a。で、それが12分の5だから、で、こうなる。で、ここがこうなって4と1。だから4分の 15π でちゃんと同じになると。いいね。で、こっちの模試、まあそんなことやらなくていいんだけど、わざわざやろうと思えば5分の π かを度数法に直して同じようにやっても同じことが出てきます。出てくるんだけど、もうここね、三角関数今やってる状況であればラジアンの方で必ず解けるようになっておいてください。いいかな。では今回は高校数学数2の扇形の弧の長さと面積についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からサイン、コサイン、タンジェントが登場しますので、まあ三角関数が始まったって感じがするね。で、それが始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。